はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ今日やってみましょう、大人しほむらさんの文京区の開示請求をしっかり見ようのコーナーでやっていきましょう。はい、チャッ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 と、ね、はい、子供宅食事業だけの件ではないんですが、今日は注意事項をしっかり覚えておいてください。ちょっと子供宅食事業については私は大人しほむらさんが多分追っていくというふうな話になるので、まあそちらの方もちょっと見ていこうかなっていうふうな感じにはなってます。皆さんは、まあ、ちゃんと一時ソースを見といてください。松井くんの動画を見るんじゃなくて、おとなしほむらさんのを見とくっていうね。特に数字データとかデータ情報とかっていうのは、私は要するにまた聞きみたいな状態になっちゃうんで、必ずこっちを見とくというかですね。はい。私はみんなと話し合うのが好きなんで、はい。なんかニュースにはなってないけど、ちょっとみんなとこれってどういうふうに思うっていうのが、話し合うのが好きなので、まあ、それに関しては取り扱うよって感じですね。はい。なんですけど、みんな注意してほしいんですけど、リーガルアウトな発言を引き出そうとする疑いのある行為をするやつ、これは何人もいますんで、はい。私も正直、まあ最近はまあちょっと無風になったというか、まあ X でポストすることもあんまりしなくなってるんで、X でポストするかしないかっていうのも要するになるんですけど、意図的に要は注目を浴びるようにしてるのかなとか、リツイート内容とかパッて見てると、あ、これはわざとやなとかっていうのとか、いろいろはそのあるなっていうのはありますよね、確かに。え、俺そんなこと言ってないよ、みたいな。あれっていう、え、それそんなこと言ったみたいなのとか、そのなんか、なんか疑わしいな、これっていう。え、そういう意味で俺言ってないよ、みたいなのとか、まあ、皆さんもなんかこう、私のね、X を見てると、なんか、いくつかなんか疑わしいのあったぞ、みたいな。最近はなくなったよね。最近はなくなったけど、最近は逆になくなったんでよかったんですけど、まあ、一時期はもうなんかほんと、それ以上言ったらリーガルアウトじゃないの、みたいな。発言を引き出そうとするような疑いってありましてね。はい。っていうか、一応言っておきますけど、私、多分、ひまそらあかねさんが、ここ、うさんくさいんじゃないみたいな話が出たところ、ほとんど漏れなくフォローされてたと思いますね、私。びっくりするんですけど、確か山下ギルドさんの、要するに会社かなんかも私のことフォローしてて、何これ気持ち悪いと思ってフォロー外しときましたけど、さすがに気持ち悪いじゃないですか。なんなんこれっていう。それ別に、山下ギルドさんがその暇そらあかんさんなんかフォローしてますとか全然わかりますけど、そら追ってたんでしょみたいな話になるでしょうけど、いや、俺のとこまで来られてるみたいな話になるんで、とか、まあ、後で気づいたみたいなとか、まあ、ありますから、そういうのはありますね。はい。まあ、ただもうなんか、まあ、アメアドンタケノコでなんか次から次へ来るんで、まあ、今はミュートしてるかな。はい。なんか、うさんくせえなってやつはちょっとミュートしてたりとかしますけど、まあ、ミュートしてるってもそんないないけどね。はい。いう感じになってくるんで、まあそんな感じになるんで、まあちょっと疑心暗鬼になってるんで注意してください。だから私も間違った情報発信しちゃう可能性あるし、私も要するに間違ったことをコメントしちゃう可能性があるんで、まあ、そこに関しては注意してねって話ですね。はい。ですが、まあ今日は、まあ今は要するに WPPC 問題を追ってますけど、いやーやっぱりこの田中村さんね、文京区の、開示請求、これしっかり見ていきましょうと。いうことになります。はい。で、この大人しほむらさんの文京区の開示請求とか、こういった大人しほむらさんのなんかポストをなんかリツイートとか、いいねとかしたりとか、なんかコメント書き込んだりすると、なんかすごいなんかブロックされるとか、なんか変なところからブロックバンバンされるとか、なんか嫌なこと言ってく、突撃隊みたいなのがいるっていうふうにあるんですけど、まあ、はっきり言いますけど、大人しほむらさんのことを嫌いっていう勢力は、マジで人間の言葉喋らないやつが要さんいるんで、まあ、むしろブロックされた方がいいかなと思うんで、まあ、ガンガンもうリツイートしちゃうっていうね。はい。いう感じになるんですね。あれ、みんな考え方として間違ってるよね。めんどくさいのは右の人、左の人違うから。極右の人とか極左の人とか、なんか、じゃなくて、なんか宗教系なスピリチュアルにハマってる人とか、いろいろいるじゃないですか。違う。一番めんどくさいのは、人間の言葉が通じない人なんですよ。はい。人間の言葉が通じない相手って一番鬱陶しいんですよ。いや、私はそれに関してやらないと言ってるんですけど、って言って。今、私は何々についてどうだと思ったか、その話私しないんで、どっか行ってもらえますかっていう。私は、あなたは私に興味はないと言ってるんですけども、何回もコメントをくれるじゃないですか。ということは、あなたは私に興味があるわけですね。じゃあ、これで終わりに来ますんで、今後一切コメントしないでください。私もコメントしないんで、さよなら、って。いや、ほんとそうやから。毎回これやから。いや、興味ないって言って。うん、興味ないって。いや、お前が喋りかけてくるから、言ってんだ。あなたは私に興味があるんですね。ないですって。じゃあもうこれ以上コメントしないですね。次言ってたらブロックしていいですかみたいな。はい。いうふうな感じで、まあ、要するにこうね。はい、バイ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 っていうね。はい。いうことですね。はい。
いう感じなんですよ。こちら行きましょう。おとなしおむらさんの X やノートで文京区の開示請求しているということですね。これはやっぱりちゃんと見ていきましょう。で、見ていきましょう。で、これを見ていきましょうだけやったら、正直3秒で終わる話なんですけど、長々と話してるのはなんでかというと、今日は私は皆さんに言いたいことが3つあります。いいですか？言いたいことが3つあります。まず1つ目なんですけど、まずこの X を見に行ってください。おとなしおむらさんの X をね。文京区の開示請求。まあ、私の方でも要するにリツイートさせてもらいましたが、読ませる気あるのかってやつ。これ非常にこれ悪質だと思ってます、正直。文京区の開示請求、これはっきり言うんですが、非常に悪質だと思ってます。はい。開示したからいいだろ、違うよって。で、みんなも要するに行政院とか行政官とか公務員になるときって、こんなもん出してくんのか。これ悪く俺がこんなん出されたら、はっきりブチ切れるから、間違いなく。もうパンパンに行くよ。ちょっとごめんって、電話って、開示請求担当の人に読んでもらっていて、真っ黒なやつさ、これ開示しましたってまさか言うんちゃうやろなと。でも原本データどないやったら、これは原本データでもこれ読めるって言うなって言って、あ、読めますって、読んでみるやって。まあ今言うとな、読んだなって言って、読めるって言ったな今って言って、これ全部録音してるから、読めるって言ったな、読んでみるやとか、なんか。俺一応言ってて記者とかちゃうからな。ちゃんと要するに法律にのっとってやってくると思うのよ、みんな。ちゃんと俺が要するにそういうふうなことをしてこないというふうに思うんだよって。真人間みたいに思うんだよって。言ってみろよとか。冷たい感じで要するに、どんどんこう詰めていくからね。はい。ということになるんですけど、それぐらいひどいです。いや、真っ黒にしてますって。黒塗りではないな。確かに領収書、まあ、見て見えなくはないからっていうふうな感じになってくるんやけども、はい。いう感じになるんやけども、これはまあいくらなんて。これはいくらなんて。まああれ多分俺出されたら多分すいませんこれ読めるんですかって読める人いるんですかとかねなっちゃうしですね。私そのおとなし小村さんとかなんていうのひまそら赤井さんみたいにこうリズメとかその頭脳とかでちゃんと要するにこうやってとかじゃないから人間をこう読めるともう読んでみてくれ読めるって言ったのはっていうこういう、アナログとデジタルみたいな感じで、一番嫌なことを、嫌なタイミングでやってくるっていう人なんで、はい。ちょっとそういうんですね。だから俺あんまりやりたくないってそうなんですよ。あんまりやりたくないっていうのは、ちょっと暴力団みたいに見られちゃう危険性があるんで、嫌だよって話です。はい。で、二つ目ということなんですけど、松井先生に情報を持ってくる人っているんですよ、いろいろと。ひまそらあかねさん関係の時でもそうだし、他の要するに政治的な話を持ってくる時でもそうだし、いろんな要するにところの要するに問題点とか扱ってる時もそうなんだけど、いろんな YouTuber の方を紹介する方っていらっしゃいます。まあ、それは要するに、まあ、私に対して要するになんか敬意なんだろうというふうな感じになったりとかして、まあ、ふんふんって言ってるんですけど、はっきり言いますが、こういう人持ってきてください。いいですか？第三者がデータでわかる情報を出してくれてる人を持ってきてください。じゃないと、要はここで議論できないです。はい、ここで議論できないです。ここの教育チャンネルで議論ができないです。はっきり言うと。おとなし小村さんがこういったデータを上げていますよね。で、このデータを見て引用させてもらって、こういうふうな話をさせてもらうんですが、って、これってあるんですかっていう話で、俺はこんな金額でこういうようなことが起こるってありえないと思うんですけど、っていうふうなことが言えます。で、コメント欄で要するに、いや、松井さん、私経理やってるんですけど、こうこうこうです。こんなん見たことないですっていう話になりますと。これは第三者が検証ができるデータを持ってきてもらわないことには、私の意見の言いようがないです。はっきり言うのが。私に意見言いようないです。松井さんって、YouTube でこんなことを言っている人がいるんですよって、意見言ってる人を見て、俺が何の意見を言うんですか？それ意見を言ってる人ですよ。意見を言っている人を見て、俺が何の意見を言うんですか？そう、検証のしようがないじゃないですか。そう。だから、ポイントになってくるのは、必ずこの情報公開請求とか、情報開示請求を行っている人かどうかっていう話です。いいですか？その人がまず3つ覚えておいてください。国を良くしていきたいんですみたいなことを軽々に言いますと。はい。簡単に言います。私はこうやって国に良くしていきたいんですね。大きな目標、大きな大義。なんか知らんけど、すごい大風呂敷を広げた人権とかそういうことを言ってくる。じゃあ、実際の行動どうなってますか？じゃあ、情報公開請求やってますかっていう、要するに法的な手続きやってますかっていうやってません。で、やたらなぜか寄付金や金ばっかり集めてきます。この3つ3種揃った場合、これカルト宗教か詐欺師かどっちかです。カルト宗教か詐欺師かやばい活動家連中かどっちかです。ですか？ただの活動家じゃないです。やばい活動家連中です。はい。っていうことになってくるんで、それ YouTube でも一緒です。ただただ金儲けをしたいというだけの話です。はい。ただただ金を儲けしたいという。それは YouTube で再生回数を取りたいとかじゃなくて、みんなから、
ありとあらゆる、金をいっぱい集めたい。もういっぱい集めたいっていう、えげつない人たちっていうのが多いので、これ注意してくださいですね。で、三つ目ということになるんですけど、三つ目はこちらですね。情報公開されたものを皆さんまず見ましょう。これ毎回私言ってるんですけど、これ情報公開された情報っていうのをちゃんと見てないというんだと、話のベースにならないんです。例えば、ひまそらあかねさんがオープン情報になってるんだとしたらって、そう、有料版のを見れと言ってるわけじゃなくて、有料版のを見れと言ってるんだよ。少なくとも、例えば、なんだっけ、監査請求じゃねえな、国家賠償請求訴訟か。国家賠償請求訴訟の要するにところが出ました。で、国家賠償請求訴訟の判決文がとはありますよね。ここにありますよね。っていうのはちゃんと見ないとだ。で、見た結果、わかりませんやったら、俺の動画を見る価値は。そう、そういう人に向けて動画発信してるから。そう。これはこういう風なことになるよねって話。だけど、見てもいないですやったら、話にならないです。はい。そうやって、そんな感覚で言おうが、この話とか全部追ってこうっていう風になるんやったら、実力があるないに関わらず、陰謀論にはまってしまいます。カルト宗教にはまってしまいます。変な活動家にバンバン引っかかります。ということになりますんで、ここに関しては注意してください、ということですね。はい。ということでね、私はね、おとなし小村さんね、文京区の開示請求をね、ちゃんと見てってね、はい。どんな風なことになるのかな、ということになるんですけどね。はい。まあ、早々のフローレンスなんですね。はい。よろしいでしょうか。早々のフリーレンか。はい。早々のフリーレン。早々のフローレンスって意味わからん。はい。まあ、早々のフリーレンみたいな気持ちでね。はい。早々のフリーレンみたいな気持ちで先生頑張っていきたいなと思いますが、よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。